サウサンプトンフットボールクラブは、イングランド南部、ハンプシャー州サウサンプトンをホームタウンとする、イングランドプロサッカーリーグに加盟する、プロサッカークラブ。クラブカラーは赤と白。愛称はセインツ。主な獲得タイトルは1976年の FA カップ優勝のみで、リーグ戦の最高順位は1983から84、シーズンの2位である。ホームグラウンドは、 セントメリーズスタジアム。2001年に旧ホームグラウンドのザデルから移転した。アカデミーには定評があり、これまでセオ、ウォルコット、アダム・ラ・ラーナ、アレックス・オックスレードイコールチェンバレン、ガレス・ベール、クリス・ベアードをはじめ、ウェインブリッジ、アンドリュー・サーマン、ネイサン・ダイアーなどといった有望な選手を輩出していることで知られる。また、入ッするユナイテッドの英雄で、 元イングランド代表のアラン・シアラーもサウサンプトンのユース出身である。1885年にセントメリーズ協会が設けたストリートメリーズヤングメンズアソシエーション会社として創設された。その後2回の改名を経て1896から97シーズンにサザンフットボールリーグを制した後に現在の名称となった。1898年ホームスタジアムを 町の中心の北西に新たに建設したザベルに移転した。1921年から現在までの順位の変遷1920年、新たに創設されたフットボールリーグ3部に参加。翌1921から22シーズン、フットボールリーグ3部は南北に分かれるが、サウスディビジョンで優勝してリーグ2部に昇格した。その後、31年間二部に在籍したが、 1952から53シーズンを22チーム中21位で終了し、再びリーグ3部に降格した。1959から60シーズンに3部で優勝し、フットボールリーグ2部に復帰すると、1965から66シーズン、シーズン30ゴールを上げたマーティン・チバーズの活躍もあって、2部を2位で終了し、クラブ創設以来初のリーグ1部昇格を果たした。 しかし、1973から74シーズン、22チーム中20位となって、再び、フットボールリーグ2部に降格した。1976年5月1日、大方の予想を覆して、ボビー・ストークスのゴールにより、マンチェスター・ユナイテッドを1から0で下して、FA カップに優勝した。これが、クラブが唯一獲得した主要タイトルである。 翌1976から77シーズンには UEFA カップウィーナーズカップに出場し、準々決勝に進出した。1977から78シーズン、首相アランボールを中心としたチームは2位で、フットボールリーグ2部を終え、フットボールリーグ1部に再び昇格した。以来、1978から79シーズンから2004から05シーズンまで、 トップディビジョンに所属し、1983から84シーズンにはチーム史上最高順位である2位となった。1990年代には成績がやや低迷したが、その中で活躍したのがクラブのレジェンドマットルティシエであった。ルティシエは1986年のデビュー以来、2002年の引退までサウサンプトン一筋で活躍して209ゴールを上げ、 レゴッドと呼ばれた。2000年代に入り、2001年8月に、ホームスタジアムを103年間使用したザデルから、セントメリーズスタジアムに移転した。2002から03シーズンには、FA カップで準優勝し、翌2003から04シーズンの UEFA カップに、出場した。しかし、2004から05シーズンは、成績が振るわず、2004年12月には前月に、 ライバルチームのポーツマスの監督を辞任したばかりのハリー・レドナップが監督に就任してチームの手こ入れを図ったがその回もなく2005年5月15日セントメリーズ・スタジアムで行われた最終節でマンチェスター・ユナイテッドに力値で敗れ20位でシーズンを終了し27年間所属したトップディビジョンからチャンピオンシップに降格することとなった チャンピオンシップ1年目となった2005から06、シーズンは2005年8月29日のコベントリー式戦から2006年3月28日のバーンディー戦まで35試合でわずか5勝しかできず、一部、昇格どころか二部残留も危ぶまれたが、最後の6試合で5勝をして、シーズンを12位で終了し、降格を免れた。なお、シーズン中の2005年12月、 ハリー・レドナップを辞任して再び、ポーツマスの監督に復帰した。2006年1月、期待の若手のセオ・オルコットが、報酬500万ポンドから1200万ポンドという条件でアーセナルに移籍した。2007年5月、ダービーカウンティ戦のキックオフ前にエンジンを組む、サウサンプトンの選手たち2006から07シーズンは、ボーランド人ストライカーのクジェゴシュラシャク、マレック・サガノフスキ。 当時17歳のガレス・ベールの活躍もあって、6位で終了して昇格プレイオフに出場するも、準決勝で PK 戦の末にダービーカウンティに敗れて昇格を逃した。翌2007から08シーズンは、クラブの財政状況の悪化を防ぐために、ガレス・ベール、ケンウィン・ジョーンズなどの主力選手を売却せざるを得なくなったこともあり、一転して残留争いに巻き込まれ、最終節で、 シェフィールドユナイテッドに3から2で勝利して、ようやく残留を決めた。ところが、翌2008から09シーズンには、運営会社が会社再建手続きに入ったため勝ち点10を、剥奪された結果、23位で終了して、リーグ1に降格し、2009から10シーズンも勝ち点マイナス10からスタートすることとなった。2009年7月8日、 ドイツ生まれのスイス人ビジネスマンのマルクスリーブヘルがクラブを買収したことからクラブは転機を迎える。9日、当時の監督マルクボッテは解任され、17日にアラン・パーデューが監督に就任し、2009から10シーズン開幕直後の8月10日にはブリストル・ローバーズからストライカーのリッキー・ランバートを約100万ポンドで獲得した。2009から10シーズンは、 シーズン後半に追い上げを見せたものの、勝ち点マイナス10の影響は大きく、プレイオフ圏内である6位と勝ち点差7の7位で終了した。ただ、カップ戦では2010年3月28日にウェンブリースタジアムでカーライルユナイテッドを4から1で下して、フットボールリーグトロフィーで優勝し、1976年の FA カップ優勝以来のタイトルを獲得した。 クラブ創設125周年となる2010から11シーズンは2010年8月にオーナーのマルクス・リーブヘルが死去するという悲運に見舞われたが9月にナイジェル・アドキンスが3年契約で監督に就任してから調子を上げリーグ1を2位で終了してチャンピオンシップに昇格した翌2011から12シーズンは U-21 イングランド代表で 前シーズン41試合に出場して10ゴールを挙げ、チャンピオンシップ昇格に貢献した、アレックス・オックスレードイコール・チェンバレンが1500万ポンドで、アーセナルに移籍したが、開幕当初から快進撃を続けた。12月から1月にかけて一時調子を落とすが、その後再び勢いを取り戻し、シーズンを通じて一度も、自動昇格権の2位より、位に落ちることなく、 2012年4月28日、最終節でコベントリーシティに4から0で勝利したことで2位を確定させ、8年ぶりにプレミアリーグ復帰を決めた。なお、この試合、セントメリーズスタジアムには、クラブ最多観客動員となる32,363人が詰めかけた。このシーズン、リッキー・ランバートは27ゴールを挙げて、最近4シーズンで3度目の得点王となり、 昇格の原動力となったほか、11ゴールを挙げ、最終節のコベントリーシティ戦でも得点したアダム、ララーナ、チェルシーユース出身の新加入選手で、チーム唯一のリーグ戦全試合出場を果たした、ジャック・コークラも昇格に大きく貢献した。2013年1月18日、ナイジェル・アドキンスは解任され、エスパニョールの前監督であるマウリシオ・ポチェッティーノが、監督に就任した。 遺跡市場では、ディアン・ロブレン、ビクター・ワニアマ、パブロ・ダニエル・オスワルドを獲得。2014年5月27日、ポチェッティーノが辞任し、トッテナム・ホットスパー FC の監督に就任。2014年6月16日、オランダ人のロナルド・クーマンが監督に就任。契約期間は3年。2014年夏の遺跡市場では、アダム・ラ・ラーナ、リッキー・ランバート、ルーク・ショー。 デイアン・ロブレインといった主力が対談した。一方で、トビー・アルデル・バイレルと、ライアン・バートランド、サディオ、マネ、ルシャン・タディッチ、グラツアーノ・ペッレ、フレイザー・フォースター、シェーン・ロングラ実力者を多く獲得し、冬の遺跡史上では、エル・イエロ・エリア、フィリップ・ジュリ・チッチを獲得。2015から16シーズンは、アルデル・バイレルと、ナサニエル・クライン、モルガン・シュネデル・ランらが対談した。代わりに、 マルテンステケレンブルフ、オリオール・ロメウ、フィルジェル・ファンダイク、セドリック・ソアレス、フアンミ、ヨルディクラーシーラを獲得し、冬の遺跡市場では、QPR からチャーリー・オースティンを獲得した。2016から17シーズンより、クロード・ピュエルが監督に就任。夏の遺跡市場では、ネイサン・レドモンドや、ピエール・エミール・ホイビュルク、ソフィアン・ブーファルラを獲得し、冬の市場では、 イタリア代表 FW のマノロがビアディーニを獲得した。フットボールリーグカップではファイナルまで進んだものの、マンチェスターユナイテッドに2から3で敗れた。2019から20シーズンは、2019年10月25日に、ホームでレスターシティに0から9と大敗を喫した。セントメリーズスタジアム内にあるクラブのトロフィーキャビネットプレミアリーグ2020から21。 シーズン基本フォーメーションイングス9アダムス10ゼネポ12アームストロング17ロメウロクォードプラウズ8バートランド3ベスタゴー4ベドナレク35ウォーカー P2 マッカーシー12021年2月6日現在カッコ内の国旗はその他の保有国籍を星印は EU 県外選手を示す監督インアウト詳細はセントメリーズスタジアムを 参照セントメリーズスタジアムクラブは1898年から103年間ザデルをホームスタジアムにしていたが2001年8月にセントメリーズスタジアムに移転した最多観客動員数は2012年4月28日のチャンピオンシップコベントリー式戦の32,363人であるセントメリーズスタジアムでは 過去に国際試合も行われており、2002年にはイングランド代表 VS マケドニア代表の試合が行われた。イングランド代表はデビット・ベッカム、スティーブン・ジェラードのゴールにより2から2で引き分けた。ステープルウッドとして知られるクラブのトレーニング施設はサウサンプトン近郊のマーチウッドにある。トレーニング施設はここ10年で多大な設備投資がされ、現在、 国内でも有数の施設となっていたが、2009年12月8日、2階建ての最新鋭の建物に建て替えることが発表された。クラブのアンセムは、スポーツの応援家としてもポピュラーな聖者の更新である。聖者の更新は、プレミアリーグでは他にトッテナムやリバプールなどもちゃんとに用いているが、サウサンプトンはニックネームがザ・セインツであるため、 オリジナルの歌詞を変えずに使用している数少ないチームの一つである。チームカラーの赤、白はサウサンプトン氏の色である。当初エンブレムは街の紋章を使っていたが、1974から75シーズンの際にサポーターの投票でオリジナルのエンブレムが決まり、若干の変更以外基本デザインは変わっていない。 サッカーボール上の金の輪はチームの愛称ザ・セインツから、ボール下のリボンはチームカラーそして選手とサポーターを示す。木はサウサンプトン近郊のニューフォーレスト公園を示し、日本の破線は川と海がつながるサウサンプトンの地を象徴する。白バラは町の紋章から受け継がれた。サウサンプトンからわずか17マイルの位置に本拠地を構えるポーツマスとは、 その距離の近さといずれも港町であるということから、ライバル関係にある。ポーツマスとの一戦は、サウスコースとダービーと呼ばれ、過去71回の対戦で、サウサンプトンの35勝21敗15引き分けとなっている。直近の対戦は、2019年9月にフラットン・パークで行われた、アウェーゲームで4から0の勝利を収めた。 一試合最多得点勝利試合一試合最多失点敗戦試合最多出場試合数最多得点一シーズン最多得点最も若い出場選手最高額遺跡選手ホーム最多観客動員試合連勝記録連続無敗記録詳細はカテゴリーサウサンプトン FC の選手を参照 GKDFMFFW 公式ニュースその他ありがとうございます